はい、どうも、アキです。パワプロアプリやっていきます。はい、本日はまずこちらですね。はい、この赤星という選手。先週の土曜日に公開したサクセス動画で作った、あの、天才の入部届でね、作った一番バッターでございます。まあ、コメント欄等々でね、かなり、あの選手打率どれくらい残したのかぜひ見せてくださいっていう声があったので、とりあえず、月から金まで5日間使ってみて、打率を計測してまいりました。はい。たまに打率の見方は教えてくださいっていう声あるんですけど、こうやってタイムかけると、その打者の打率は見ることができます。で、一応月から金曜日まで使った結果、打率は3割8分、22本68打点という風になっております。はい。こちらなんですけれども、そうですね。今週結構ね、軒並み僕の選手たちは打率が結構悪かったですね。3割を超えてるのが、あとは2番バッターと4番バッターのみ。で、こいつが首位打者でした。はい。なので、で、僕のね、チーム、まあ、チーム紹介の動画なんてご覧いただいたらよくわかるんですけれども、こいつが圧倒的にミートのパワーというところだけ考えると、圧倒的にスタメンの中では低いです。大体みんな どっちかエースみたいな感じです。はい。なので、やはりミートパワーは低くても、走力が高いこと、そして走力系の特能が全て揃っていること等々で、打率がかなり上がっているのかなと思います。ちょっと赤星の能力について詳しく見ていきたいので、画面を切り替えます。はい。で、赤星ですね。はい。赤星、こんな感じの能力に出来上がりましたね。ミートパワーは本当に低くて、まあ、肩、守備、走力 S、補給 S というところで、本当に、どちらかというと守備型の選手にしました。なんですけれども、本当に打撃ヒートと緑特能まで含めてかなりね、優秀になったなって思っているのが、まず1点目、積極打法。これね、積極打法か慎重打法か2つ選べて、かなりサクセスの中でも、悩んだんですけれども、なんとなく積極にしたんですけれども、結果それがかなり功を奏しました。というのも、積極打法は、初球から積極的に打ちに行くっていう緑特能なんですけれども、まあけど、選球眼もついているので、ボール球は振りに行かないよと。はい。なので、初球からストライク、ボール、ストライクをね、積極的に打ちに行くというものなんですけれども、この選手ね、1球入魂つけれたんですよ。で、初球、ストライキ1球取られるまでかなり能力が上がるということで、そこが多分ね、うまく噛み合ってるんだとまず一つ思います。はい。っていうところ。で、あと特能ですね。特能も本当に1番バッターでチャンスメーカーがついてると。まあね、ちょっとあの動画のコメント欄で1番作るんだったら、切り込み隊長つけて欲しかったっていう声もあったんですけど、まあそれはね、つけたかった。僕もつけたかったんですけれども、まあもう本当にこれ以上の敵がないんですよ。僕のこの選手を作るにあたって。緑特能まで含め、取りたいのをつけようとすると、これ以上の敵が本当になくてですね、もうこれのレベルが上限解放ができるのみで、本当にこれ以上はない。っていうデッキだったので、僕の中で。まあそこはあれだったんですけど、まあチャンスメーカーがついてて、基本的には1番バッターですので、前にランナーがいない場面が多いということで、その辺もうまく噛み合っている。まああと対エースとかね、結構打撃系のところもいっぱいついているので、やはりその辺が、打率の良さにつながってきているのかなと、個人的には思いました。はい。なので本当に、おすすめの選手というか、この緑特能まで含め、この値は低くても、まあ、特能とかで、打率も上がるし、あとはもう足早いんで内野安打が多分ね、他の選手よりは多いんではないかと思うので、ぜひともね、この選手真似て作れるっていう方は、ぜひとも一度真似て作ってみていただけると、かなり強いのではないかなと思っております。まあ、なんか査定的にもなぜか左上だったっていうよくわからないやつなんで、はい。赤星について、もう一つ、特筆しておきたいんですけれども、やはりデッキという部分で、PR の左京、なぜわざわざ入れたのかというコメントも非常に目立ちましたね。まあ、もうご存知の方は、何度もね、この左京を使うときに他のサクセス会で話していたので、僕はちょっと割愛しちゃったんでね、もう一度ちょっとご説明しておくと、この積極盗塁が PRR じゃないと取れないんですよ、左京、右京の場合。なので、わざわざ35までレベルを上げて、今回使ったんですけれども、やはり積極盗塁はね、ないと、なんかガッと質が下がるなって思いました。査定があるかどうかは僕は知らないんですけれども、まあ、スタジアムの成績あれこれから、盗塁ね、の欄見ていただくと、もう上位の、選手って、まあ、あれはね、試合数の母数によってこのランキングが全然違うので、まあ、ちょっと比較はできないんですけど、とにかくあの上位にいるのは、ほぼ全員積極盗塁を持っているので、やはり、オートの時に積極盗塁がついてると、かなり盗塁をする
というところで、そこまで含めの本当にこのデッキになっております。はい、なのでね、本当に右京左京どっちか1枚、どっちか1枚 PR に、本当どっちでもいいんで PR にすると、 PR R にすると積極盗塁取れるので、右京左京1枚カッコ R 入りで、あとは、電光石火高速ベースランが取れて、総力 S100 目指せるデッキを本当にですね、一度作ってみていただくとですね、かなり能力的にもこう見た目の能力以上にこう働くんで、ぜひともね、皆さんにも一度作ってみていただきたいというね、宣伝の動画でございました。はい、本当に楽しいです。あとこいつ、まあセンター守らせてるんですけれども、もうバッカほど守備範囲広いです。本当にびっくりするぐらい守備範囲広いです。まあ守備範囲って、まず動き出し、そしてその動きの滑らかさというものが守備という能力で表されます。で、あとは走力がどれくらい速いかで守備範囲が決まってくるんですけれども、走力 S100 守備A80 だと本当にすごいなっていう印象でした。まあここに積極守備なんかもつけれたらなおさら良かったかもしれないんですけれども、ここ確か積極盗塁の選択肢を変えれば積極守備つくのかな、なんですけど、まあ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 、積極守備はね、つけるとちょっと外野手つけるとちょっと怖いっていう部分も実際あったりもするので、まあそれは好みだったとは思うんですけれども、はい、まあてなてなわけでね、まあ僕ロマンを求めて、まあ僕は査定寄りの選手にしていないので、この青染めとかを一切していなく、もう本当に自分が好きなように選手を作っているんですけれども、今回はさすがにね、ちょっといろいろ考えました。さすがに、うわこれはさすがに、このなんだろう、査定も多分めっちゃ低いだろうし、果たして本当に強いのかって、まあ査定は置いといて、果たして本当に使えるのかっていう点で、かなりね、天才の入部届という貴重なアイテムを使うにあたり、かなり悩んだんですけれども、悩んだ結果、実際使ってみて、本当にいい成績を残してくれる。打撃面でもいい成績を残してくれてるし、守備面でも本当に守備がうまい。しかもこいつは塁に出れば、電光石火って、こう、盗塁がうまくなるだけではなく、投手に動揺を与えるということで、確かね、スタミナの消費量を上げて、コントロールも悪くするのかな、相手に。なので、塁に出れば、この、後々のバッターたちも助ける。ということで、今回の2番バッターがね、打率3割いってるのは多分ね、こいつがランナーに出てて、相手の投手能力下げてるからだと思うんですよね、僕。個人的に。だって3番のこいつは3割打ってなくて、2番のこいつは、まあけど2番のこいつ強いな、打撃能力。まあけど2番のね、打率を多少なりとも上げていると思うんですよ。それで僕は赤星がいることによって、はい、というわけでね、今回赤星という選手のね、この作った後に、まあ使ってみての感想等々を含め、こういうとこがいいですよっていうね、皆さんも作ってみませんかというお誘いの動画だったんですけれども、本当にね、こう自分の好みにね、作っていくと、もうかなり楽しくなってくるので、まあ、僕もね、一時昔ね、チームランク A にするために、なんか査定に媚びようとしてた瞬間が一時期あったんですよ。で、動画にとかもしてたんですけれども、なんか結局面白くなくてやめちゃったんですよ、それは。で、こういう感じでもう自分の好きなように、自分の好きなチームを作ろうとしようとするとすごく楽しくなったので、ぜひともね、皆さんもこういう選手も、まあ査定の方も作るとしても、こういう選手も作ってみると、一つまた面白いパワープロになってくるかもしれませんという動画でございました。はい、ということで、またこういう感じでね、僕は結構なんだろう、こういう選手作りたいっていう、結構特殊なね、こういう選手を作る動画とかも撮っていければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。